3月2日水曜日の山陽新聞ニュースです。選抜高校野球大会に13年ぶりに出場する倉敷工業高校の総合式が2日開かれました。福島勘太首相は岡山から日本一を取るために1日1分1秒を大事に練習に取り組むと決意を述べました。組み合わせ抽選会は4日リモートで行われます。 岡山県内は2日、南からの空気に覆われ、3月中旬から4月上旬並みの暖かい朝となりました。前日の雨の影響などで、午前中は霧が発生し、岡山市街地は白く霞みました。朝の最低気温は、すべての観測地点で平年を4.1度から0.5度上回りました。 岡山市の両備グループは、存続が危ぶまれる赤字バス路線の休場を訴えるため、ラッピングした車両を運行しています。乗ってのこそ公共交通などのメッセージを掲示していて、岡山県南部や広島県東部の赤字路線を運行し、沿線住民と危機感を共有して利用促進を図ります。続いて、天気予報です。 3月3日は、岡山県南部、北部ともに晴れでしょう。岡山県南部の最低気温は1度、最高気温は15度でしょう。岡山県北部の最低気温はマイナス2度、最高気温は14度でしょう。降水確率は、岡山県南部、午前0%、午後0%。岡山県北部、午前0%、午後0%でしょう。 ニュースの詳細は、山陽新聞、もしくは、サンデジをご覧ください。